成29年6月25日、今年度の阿蘇郡市中大連バスケットボール競技が阿蘇市一宮町宮地の一宮中学校体育館で行われ、阿蘇中学校男子バスケットボール部が優勝しました。大会には阿蘇市立阿蘇中学校、一宮中学校、阿蘇郡高森町立高森中学校と小国町立小国中学校の4チームが出場し、トーナメント方式で優勝を争いました。1回戦では阿蘇中学校と一宮中学校がそれぞれ勝ち、決勝へ進みました。決勝戦では阿蘇中学校が着々と得点を重ね、そのまま得点差をつけ優勝を勝ち取りました。決勝で僕たちに勝った阿蘇中、自分たちの分まで、そして阿蘇郡市の代表として県中で頑張ってきてください。せーの、頑張れ。同じく25日、阿蘇市一宮町宮地の一宮中学校体育館では、阿蘇郡市中大連バスケットボール競技が行われ、阿蘇中学校女子バスケットボール部が優勝しました。大会には、阿蘇中学校、一宮中学校、南小国中学校、小国中学校、高森中学校、南阿蘇中学校の6チームが出場し、トーナメント方式で熱戦が繰り広げられました。決勝戦では阿蘇中学校と南阿蘇中学校が対戦し、途中阿蘇中学校が59対54と点差を縮められるも、フリースローで得点を重ね優勝しました。26日には阿蘇市一宮町宮地の一宮総合グラウンドで阿蘇郡市中大連野球競技の決勝戦が行われ、阿蘇中学校が優勝しました。大会には阿蘇中学校、一宮中学校、産山中学校、西原中学校、高森中学校、南阿蘇中学校、小国中、南小国中の合同チームの7チームが出場し、トーナメント方式で熱戦が繰り広げられました。決勝戦では阿蘇中学校と一宮中学校が対戦し、先制攻撃の阿蘇中学校が3回表にまず3点、その後2点の得点を重ね優勝しました。各優勝チームの皆さん、県大会での活躍を応援しています。